教育についてです。教育っていうかもう撮ってる、すげえ。なんか最近思うんですよ、キャリア教育とかで呼ばれるじゃない。で、いい会社に就きましょうねみたいなことを頼まれてる感じがするんですよ、はい、で、みんな会社のことを言うとか業界のことを言うじゃないですか、はい、そうですね。でも本当にいいと思ってんのっていうところがあって、それは大森さんの中で、中でなんかなんだろうな、依頼をされて話す人たちってもうそれがすでに依頼だから仕事として話してるような気がして、ああまあフィル、そうスイッチは入りますよね、この行く側と、行く側としては、そういう自分を出すじゃない、会社から来ましたになるじゃない、うん、でもそういうこと聞きたいかなっていうのがあって、あ確かにね。なんか例えばいい大学に行きました、いい企業に来ましたっていうのはこう思ってる俺としても、子供にはそうあってほしいわけです、はい、なんかね、子供たちがいい生活をするようにいろいろ用意してあげたいなって思う、うん、でいい生活ってなんだろうなっていうと、もうステレオタイプに東大行けだの京大行けだのって言うけど、東大と京大って何がいいのか分かってないですよね。なんかそういう話であるというか、いや、まあ、大森さんの価値観ではそうなんですけど、うん、大学卒業するのは、まあ、東大京大はちょっと分かんないですけど、うん、いい大学出るっていうのは、うん、全部やっぱ安定する企業に勤めるっていうところなんじゃないですかね。ただとはいえ僕高校生の時に一部上場っていうワード知らなかった、ね、それは知らなかった、確かにですよね、うん、でその中の選択肢って狭かったじゃないですか、公務員だよね、多分ね、公務員とか銀行員とか、公務員、はい、銀行員に行くとイメージするのは、こうクビにならないっていうことと、うんね、割と高給がもらえそうだ、で、うん、それが死ぬまでありそうだっていうことじゃないですか、うん、でもそんな、あ、そっか、こう有名なブランドのところに行けば良さげな気がするっていうところにあるような気がしません、うんうん、どっかで仕事始めたら一生勤めるもんだと思ってましたよ。あ、でその上で給料が高いところに行くがいいのかなって、うん、でもどれぐらいの時に考え始めたんだろうな。給料が高いことっていいことなんですかね。まあいいことでしょうね、一つの価値観としてはいいことじゃないですか、うんうんうん、でも俺なんか最近欲しいものがなくて、うん、なんかお金が潤沢にあったとして何に使おうかなってよく分からなくなってきてるんですよ。まあね、それよりも時間が欲しいなとか、最近なんかそれこんな話していいかどうか分かんないんですけど、ネットの何かの記事で、多分これ若林が、オードリーの若林が本書いてた中の一文がアップされてて、はい、で春日が羨ましいって話なんですよね、結論を考えると。でそれなぜかっていうと、もう売れてない頃から春日って全く努力しないとそうなんだ全く努力しないし、いつでも楽しそうで、でお前努力しろっていつも言ってたらしいんですよ、はい、若林が。でそれでその時に言われたのが、はい、やっぱり危機感がないと努力ってできないもんなんですかって言われた。へえ、でこいつダメだと思ったらしいんですけど、その後売れるじゃないですか、売れた後にやっぱ給料ガーッと上がったんですよ、ビンボの時より、うんうんうん、でも変わらず春日は楽しそうなんですね。で若林の方はじゃあそのお金があった分、うん、増えた分幸せになったかというと、うん、そんなに、まあ、もちろん幸せやれることは増えたけど、うんうん、そんなに幸福の価値基準って上がってないなって気づいたらしくて、あれそしたら春日でいいじゃん初めからってのに気づいたって。いやこれなんか薄々みんな感じてんじゃないかなと思うんですよ。それね、なんだろう、お金を稼ぐために頑張るっていうのが違ってんじゃねえか。わりかし僕それ思うんだったら、今の若い子たちの方がそれに達してる気がしてる。それそうだよね、それちょっと思うわ。すごくお金に対して執着がない気がする。それは無料でいろんなものが手に入るから、危機感というか欲求みたいなのがもう以前よりも薄まってる感じはあるんですよ。うん、でっていうことは多分そうじゃない、こう働き方改革って社会の問題じゃなくて、こう文明がもたらした若者たちの精神がもう金じゃないよねって言い始めるってことじゃん、うん、そうなのかな。いや金は多分必要なんですよ、うん、でもそれは金は必要って言いやすいから言ってるだけだというか、
だって春日みたいな貧乏でもニコニコしてるのでいいですっていうのっていやいやお前ダメだよってめっちゃ言われそうじゃないですか、うん、昔は多分言われたでしょうね、うん、でとりあえずいや金稼ぎますよ僕金好きなんでって言ってた方がみんなもそうそうそうそれでいいんだよっていう同調圧力みたいなのがあるんじゃないかな、うん、もうそれに気づき始めてるっていうのは本当そうなのかもしれないですね、その今の年代の人たちが。でなんかこの間建築の人と話をしてて、パースって作るじゃない、ちっちゃい模型みたいな、あれを作ってるのって大変らしいんですよね、一応まあ緻密なんで、あれプレゼンだからあこんなのができますって言うとセコンチが喜ぶみたいな、でそのために作る、でそれからもっと大きなものを作って俺は大きな仕事をするんだっていうビジョンは一応あるけど、作ってる間ってそれが楽しくて時間を忘れるっていう、なんかね大変なんだけどその作業に没頭してる間別に大きなビジョンとかもなしにそれをやるっていうことに楽しさを覚えてるわけですよ。でこの間ミスプリを直そうっていうのを夜中までやった時も、まあ、俺が言っちゃいけないんだけど、手伝ってくれた学生さんたちは楽しそうだったんですよ。本当に楽しそう楽しそうだったなんかそこはね、こうこれを配ることによって多くの子どもたちが来て未来が、ね、この中から何名かがもしかしたら未来明るくなるかもしれないから、ミスは申し訳ないけど頑張るところに価値があるんだって言っても言わなくてもその作業に没入してる時は幸福だと思うんです。でもしかしてその程度なんじゃないかというか、おっきいのいらないんじゃないっていう、熱中できるものがあったら割と幸せなんじゃないかという気がするんです。あでもそれはそうでしょうね、うん、そうするとなんかキャリアの話とか、うん、こういう教育をしていきましょうってもう近くねっていう気がするんですよ。うん、あなんか長いっすよね、なんか仕事って。長い、そう長い。何それ何それ、いやその没頭するって多分10年とかじゃない気がするんですよ。一応終わりがね、何回も見えてる、終わりがある程度あって、うん、それに向かって没頭してるんですけど、仕事っていう一つの枠組みで見ると65とか70ぐらいまで何かを続けないといけないんじゃないか。めちゃくちゃいいこと言うね、俺最近それね思ったわこれいつまで本当別に今の会社にいるかどうかは別として、うん、本当さこれずっとこのまま同じように20年とかってこれはサボるわと思ってこれはサボる、猛烈な不安が襲ってくるんですよ、ね、煉獄なんですよ終身雇用という煉獄で才能瓦を積み上げるみたいなことを。本当そうっす、絶対サボりますよね、そんなに長いって考えたら、うん、そんなね全力疾走できないマラソンだもん、休んだ方がいいそういう煉獄に導くような会話をしてはいかん、いかんというかもう会話できなくねみたいな、会話をしてはいけないあそのキャリア教育、キャリア教育っていう、まあ、キャリア教育というか教育ですよね。なんだろう、おしべとめしべを勉強することに俺は価値がないと思ってるんですよ。でも俺は価値がないけど、うん、いやめっちゃ楽しいっつってそれから植物学者に行く子もいるわけ で、うんうん、でそいつはその時それに没入するわけじゃないですか、うん、でなんかこうあの後で多分壮大なことを言うけど、もうひたすらおしべとめしべを研究する、いろんな花の研究するっていうことが好きっていう、でそれ幸せなこと でなんでそんなことやってるんですかって言った時に何か理由をつけないといけないから、何かこう大きなことを言わなきゃいけないっていうふうに、でそれが責務とかになって辛くなるんじゃないかなと思って、それいらないんじゃないっていう、で別に途中で飽きてもいいんじゃん、なんかおしべとめしべも飽きちゃったっつってあでもいいでしょうね、 T リーグ目指しますって卓球し始めても別にね、いいじゃない全然それは、ね、全然いいじゃない、なんかそれははばかれるような世の中だったんじゃないかなという気がして、そうですね。でその古い住人が新しい世代のニュータイプに古い価値観を話すのはなんか違うんじゃないかなという気がしてくるわけですよ。オールドタイプ、オールドタイプです、オールドタイプね。でね、今日ちょっとノートにあげたんですけど、俺はこう教育をしているのか、それとも勉強させているのか、それとも学習方法をしているのかっていうのを考えたら全部違うなと思って、探究だなと思ったんですよ、探究するってこう探して求めるってなんかこう少年っぽいニュアンスもあれば学術的なニュアンスもあれば自由な感じがするから飽きてもいいしみたいな、別のものに触れてもいいしっていうな感じがして、なんかそう、さっき翔ちゃんが言ったみたいにすげえ遠くのものに一生やり続けますっていうための教育を設定するってもう疲れんなみたいな感じがしません？もうそれが嘘っぽいですね、
もう適してない気がしますよね、人間にね、人間にそうなんですよ、情報もこんなにあるのに、うん、ストレス多いすぎたのだって20歳そこそこで大学でこれに、私はこれになるって決めて公務員になるって公務員になって、で公務員で高級も取ったが、突然こうなんだろう、おしめとべしべがすげえ好きになっちゃった人とかが、うん、そこに行っちゃいけないわけないじゃん、うん、でも行くことが世間からはばかれるっていう、うん、風に多分最初の初期設定でそうされてるような感じがするのね。うん、そしたら、まあ、仮にそのね、もう変わってきてて、あの何でも好きにやっていいんだよっていう風になる子が増えていくっていうのを認めたとしたら、今何を話すべきなのかっていうのに悩むわけですよ。あ、その教室で、教室で、あ、うん、自分のストーリーを話す、あのよく言うのは、あの選択肢を与えるってよく言うじゃないですか、うんうんうん、で自分はこうだったよっていう話が何かのヒントになってくれればいいみたいな、だから選択肢の一つを提供しに行くんだっていうのがあるじゃないですか、うん、でもね、選択肢も違うんじゃねえと思ってて、うん、なんか興味関心を話した方がいいのかなみたいな、あ、選択肢のもっと前、もっと前、俺めっちゃイラスト描くの好きなんだよねっつって、イラストのもうここのこういう感じのこの時がたまらんみたいな話を、この綺麗な線が描けた時のためにめっちゃ描いてんのみたいな話をした方がいいんじゃないかなと思うわけです。うん、こんな人いるんだっていう気づきというか、そう、あ、そこはあるかな、なんだろうな、キャリアの話をわざわざするってなんかね、もう違うんじゃないかなと。で、何の話すべきかな、だからエスパーマミの話とかした方がいいわけですよ。あ、おじさんがいかに好きかみたいな話とかをしたら、うん、読みたくなるじゃないですか、うんうん、それでいい気がする。その方が話してる方も聞いてる方も幸せなんじゃんと思うんですよ。このラジオで何を話そうかなっつって、じゃあプログラミングがめちゃめちゃいいですよっていう話をするのも、うん、もうこう教育になっちゃうから、うん、そうですね、啓蒙に入ってますもんね、それって。でも子供たちと遊ぶのってめっちゃ面白いよ、何が面白いって、こんな子が面白いよっていう話とか、うんうん、あるいはもう全然違うけど、あの今宇宙にすごいハマってて宇宙の話をめっちゃするとか、うん、めっちゃおもろいよみたいな話をこうしてした方が、うん、聞いてる方もなんか幸せになるんじゃないかなというか、楽しそう、この人幸せみたいな、でオードリーと一緒ですよ、うん、あ、まあね、うん、なるほどな、どう思います？楽しい、楽しいって大事なんだよな。いや、選択肢っていいんじゃないかなと思う。選択肢とさっきのその楽しいを話すっていうのは、あんまり変わりないような気がしてるんだよね。よくわかんないけど、僕もなんかちょっとそこを重複してるんじゃないかな、俺の中でいう選択肢っていうのが、うん、あのキャリアに基づいているストーリーを話してるわけですよ、香港行って来ましたとか、なんかこんな風にしましたとかっていう、そういう話をしちゃうっていうのは、あの、なんだろう、あ、香港も行けるんだねとか、うん、IT 勉強してたらこんなことができるんだよねっていうような、こう、うん、シミュレーションの話をしてる、うんうん、僕実際そうだったしねっていう話をしてるじゃないですか、でそれはもうキャリアの生き方みたいに乗っ取ってて、そうねじゃないか、今の大森さんの作るって話してる時もそういう部分が少なからずあるっていう、ありますあります、ね、まあ、むしろもうそればっかりですよね、でそういう話をオーダーもされるし、そういう話をして、でそれを面白おかしく話をして喜ばれてるけど、これはそれはあれよね、話してる先が、あの親御さんやからじゃないですか、あ、子供たちじゃないんじゃないですか、あ、それはありますね、うーん、なんか、あ、で、うん、高校生とかはもうキャリアだし、ね、もうキャリアの話もしょうがないかなとは思うんですけど、就職っていうのが目の前にありますからね、でもやっぱね、それも相手が誰であれ、うん、今自分がおもろいと思ってること話した方がいいのかもな、それが選択肢になればいいよね、そうですね、本当はね、うん、
本当はね、選択肢って別にあるないん、あるようでない、逆か、ないようである、作ってないだけですよね、うん、これって、うん、だから興味関心でそれが選択肢になるかどうか、うん、だからそれ原点になるこう動機というか、うん、エスパーマミめっちゃおもろいみたいなことを話してる人の話を聞いて読んでみたら面白くて、自分もこういう作品が作るようになりたいっつって映画監督になるみたいな人が生まれてもいいわけですよね、うんうん、いやそれは本当そう、うん、そういう話がいいかな、うん、なるほどね。さあそういうふうに方向転換しようかっていう、ラジオでもそんな話ばっかりしようかなっていう、あうん、例えば翔ちゃんを呼んで、じゃ あの T シャツの話をしましょうとか、 SNS の話をしましょうっていうのはせず、プロレスって何が面白いのっていう話をする。多分終わんないと思う、3話ぐらいにわたってこれ面白いのはさ、俺本当プロレスなんかまさにそうだと思うんだけど、語り口っていっぱいあって、翔、うん、ちゃんが面白いと思ってるところと俺が思ってるところと、有田さんと有田さんと有田さんと映画を思ってるのと、うん、やっぱ違うっていうのが分かるのが面白いんだろうなと思うのよね、うん、なんかやっぱそれでよくないですか、なんかそういう違いも知りたいし、うんうんうん、こう人生訓みたいなものとかを話されたり、ストーリーを話されると、うん、まるでこれが一つのレールでって感じちゃわねえかなみたいな、うん、でそこにそれもあるかもしれないね、俺自身も当てはまはめちゃわねえかなみたいな、あ例えばアドバイスをもらって、なんだろう、集客困ってるますどうしたらいいですかっていう時に、こんな風にした方がいいかもねっていう手段のことを話をするとするじゃないですか、うん、そしたらその手段をトレースすることを考えますよね相手はね、うんうん、でも根本はそこじゃなくて、なぜ呼べてるかっていうのは、いや子供たちに教えるとマジ面白いんですっていう気持ちがあるから来るような気がしてて、で手段の話しててもしょうがないような感じがするんですよね。だから同じように教えた人たちうまくいってるかどうかって、うまくいってないんですよ。その作るのやり方みたいな、そう、だからもっとなんだろう、シンプルな話というか、でその時に俺もその子供たちに教えるって何が面白いんだっけって再定義したりとか、でそういうプロレスの話を聞いたら、あプロレスってこういうショーのエンターテインメント、こんなところがあってそれで観客を魅了してるんだ、じゃあこれをプログラミングに入れられんかなとか、子供プログラミング入れられんかなとか、子供たちと向き合う時間にその要素入れられんかなっていうのに入ったりとかすると思うんですよね、うんうんうん、面白い楽しいって何かみたいなのを追求してすると探求する、うんうんうん、それはとてもいいお話だという、うんうん、結構そう考えるとつまんないもんってなくて、うん、そうですよね、なんか最近面白いなと思うのはマツコの知らない世界とか、あれってめちゃくちゃニッチなところにスポット当ててるんですけど、なんか共感してません、あれって、あの気持ち悪さというか、何なんだろう、なんか自分の中でそれをちょっと探したいっていう欲求もあったり、なんかああこういう生き方もあるんだっていうのに、なんかちょっと励まされるというか、こういうふうに生きてもいいんだっていう、わかる、そういうこと、マツコの知らない世界をやりたいんだ。あれ、見つけた。あれね。あれね。これは知りたがりですもんね。知りたがりなの。なるほどね。なんか自分が知ってることを話したときに、それが伝わったときに喜ばしい、嬉しいし、うん、なんかそれそうじゃない、例えば会社の愚痴とかを言って共感して、なんかねビールがうまいぜとか。もうなんか疲れる、これ本当あと20年やんのみたいな話いやでもそれ本当そうよね、全然面白くないもんね、面白くないじゃないですか、うん、確かにそれは、そういうね、なんか番組にしようかな、しようかなと、でタイトルを考えるとではない、タイトルは聞いたら損する、え作るのにちょっとね、深い意味をちょっと思ったわけですよ、聞いたら損するっていうのね、哲学を生み出した人なんだっけ、アリストテレスだかソクラテスだか忘れたんですけど、人はなぜ生きるのかみたいな友達に話した時に、はい、なんでそんなこと考えるのと、バカじゃねえ、バカじゃねえと、もう苦しいだけを回答ないのにみたいな、でももうそれ気づいちゃったからやめられねえみたいな、で弟子たちももう答え見つかんないけどもうやめらんねえっつってみんな苦悩に入っていくっていう話があって、これだなと、聞いたことによってこう寝てた、ネオは目覚めるわけですよ、
まあ、あれね、マトリックスの話ね。で、寝ときゃよかった。寝ときゃよかったっていうのを目覚めさせることで、損かもよっていう深い意味を込めて、聞いたら損する。もうダメージがでかい。なんかもっとライトな感じないの？嫌です。あんま、なんか嫌なの？あの、聞いたら損するっていう免罪符を売ってるから、クレームないじゃん。なるほど、なるほど、そういうことね。あ、いや、なんか伝わんなくていいんですか、そのテーマは。別にかな。損したなーでいいんですね、聞き終わった後。でも来週も損しようかなーって自由に設定できる。え、結局じゃあ聞いたら損するなんじゃん。そうなんじゃそら。あとね、4分ぐらい、4分ぐらいなの。でもまあまあ、でも興味なんかね、基本的に僕があのプログラム教室に行ってるのもそうだし、はいはい、学校とかで言うのもあれなんですけど、はい、やっぱね、そのオタクと言ったらいいのかわかんないんですけど、はいはいはい、何かに執着するのって楽しいし、うん、面白いよという、同じこと言ってる本当だ。楽しいよという、そうっすよね。で、ね、なんだろうな、あのこれ本当最近のテーマでもあるんですけど、やっぱ効率って ついつい考えちゃうんです。これが本当にガンだなって思って、はいはいはい、効率のこと考えたら本当にね、最初の一歩がね、踏み出せなくなるんですよ。分かる、これ本当に良くない、効率とか計画とかね、計画とか、うん、無意味。そう本当にそうね、やったはやつが早い。うん、そうなんだよね、うん、で、そうやってるやつの方が楽しそうなんですよ。そうですね、うん、確かにそう、うんうんうん、やってるやつにはかなわないんですよね、喋ってるだけのやつとか。ごめんなさいね、こう喋ってるだけのやつとか。いやいや、本当よくあるじゃないですか、口だけとかね、うんうん、今ってもう情報なんかいくらでも手に入るんで、行動しないやつ、喋ってるだけ、これは別にいいんだろうけど、やっぱなんか自分で何か生み出すとか、まあ喋るだったら何かこうものラジオやるとかね、あ、もうこれはもう生み出してるわけですよ。そうそうそう、ついに何かね、何でしょうね、その一歩踏み出すっていうのが何なのかっていうところがあるんですけど、でも何か違うものを得るというか、そういう瞬間なんですかね。そうですね、今まで自分の中にないものが入ったり出たりする瞬間なのかもしれないですけど、没入してると、なんだろう、勝手に効率化されていく気がしてて、うん、もっとこういう風にやっていこうみたいな、自分の中で工夫が生まれて、あ、早くなったぜとか、うん、あ、うまくできるようになった、なんかあのちょっとしたストレスみたいなのを会話して快感を覚えたりとかしていくじゃないですか、うんうんうん、その時、はいはいはい、周りの人たちは、いや、何そんな意味ないことやってんのって思ってても、うん、もうそれが楽しいから、あんまこう、うん、他者との比較もないし、自分の世界で生き抜いていける幸せな時間だと思うんですよね。いや、本当それは思いますよ。でも、うん、あのそれにこう反対意見というか、例えばじゃあ、野球がめちゃめちゃ好きな子とかは、野球をめっちゃやってめっちゃやって、その大学まで野球をやったけども、野球ばっかりやってきたからもう何も分かりません、社会に適応しませんみたいな話とかがあるわけです。はい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 、実際あの前の会社で面接してる時 もう野球バカでしたと、うん、もう何も分かりませんと、うん、携帯さえ持たせてもらえませんでしたみたいな子が社会に出るっていう時に、もう僕何もできないんですよっていうところにこう来ちゃうわけですよ。でだから没入しすぎるのも良くないんじゃねみたいな。あ、まあ、この子は野球の道を外れたことが問題ですね。肘を壊したんです。なるほどね。あ、いや、スポーツはでもあれですよね、まあ、うん、ちょっとね、スポーツ支援とかまで行けたらよかったですよね。そう、だから多分その時にスポーツをやり続けるんじゃなくて、スポーツという世界の中でもう少し幅を広げて、武井壮みたいに、あのオーディエンスからお金もらってんだから、オーディエンスを広げるっていう、そこの働き方もスポーツにあるじゃんっていう、うんうん、プレイヤーだけじゃないよと、サポーターもいるし、なんだろう、マッサージ師だってスポーツに関われるし、うん、みたいな風に少し幅を持たせられるような隙間は必要な気がしません、うん、だから没入しすぎるんじゃなくて、ちょっとこう見渡せる余裕というか、うん、でこれってあれかな、波かな、没入してる時間があって、で息抜く時間が、一息つく時間があって、でまた没入する時間があってっていう、その一息つく時に世界を広く見るとか。あ、広く見るか、広く見るね。なんで、でもまあ確かに両方必要なような気がしちゃう、うん、けど、そんなこと言い始めたら、じゃあどうなんだよって話になるけどね。
どうなるかしら。でも結構求めるのもあって、うん、俺どうしたらいいか分かんないみたいな。だから先輩にどうしましたかって聞くじゃない、うんうん、で俺はスポーツの道に行ってたけど、まあ、途中でマッサージ師になったよ、でそっちの方が幅が広がるじゃんみたいな話を聞いたら、この没入すべきところに邪念が入り、ちょっとそこに行った方がいいのかなっていうふうに集中できなくなるっていうパターンもあるじゃないですか、うん、だからなんかこう見せ方、広げ方で求めてるから不安があるし、うん、なんだろうな、正しいのか正しくないのかとかっていう議論じゃないんでしょうけど、うんうん、でも僕ね、初めはねやっぱり没入が必要なんだと思います、うんうん、でそれをやってたら多分なんでしょうね、いろんなことを得た方が良くなるんでしょうね、もっと広いところを。そこはなんか相談するとか、ね、っていうのができた方がいいんでしょうね、うんうん、相談すると相談された側はレールに当てはめようとするじゃないですか、うんうん、そうですね、そうですね、だから ここにまたねこう悪があるというか、うん、こう邪念があるというか、邪念が入りますね。ネットに書いてあることも、うん、やっぱそういうのがこう素晴らしいんだみたいなのが書いてあれば、うん、レールにはめようとするし、うん、情報をキャッチするための勉強みたいなのが必要なのかな。じゃあ、ね、入りそうだな、それも。っていうか、無理だね、なんかそれはね、無理ですね。超一流の人は多分もうやり続けた人ですもんね。うーん、うーん、というわけで、1回目を終わります。